太陽の磁場と惑星間物質のプラズマの作用で形成されるヘリオスフェア電流面惑星間物質は太陽系を満たしている物質であり、この中を惑星、小惑星、水星等の大きな太陽系の天体はこの中を動いている。惑星間物質は惑星間空間に存在する惑星間ゴミ、宇宙船、太陽風からの厚いプラズマ等から構成される。 惑星間物質の温度は10万系に達するが、その密度は地球近辺で1立方センチメートルあたり五粒子しかない。また、太陽の距離に反比例して密度は小さくなる。ただし密度は変化しやすく、磁場やコロナ質量放出の影響を強く受け、時には1立方センチメートルあたり100粒子にもなる。惑星間物質の多くはプラズマの状態のため、 通常の気体よりもプラズマに近い性質を持つ。例えば、太陽の磁場に沿って運ばれ、導電性が高い、ヘリオスフェア電流面と呼ばれる構造を作る。また、電気二重層を作り、惑星の磁場やヘリオポーズと接触している。オーロラのような現象を見せることもある。また、惑星間物質のプラズマは、地球付近での太陽磁場が予想されていたよりも100倍以上も、 強くなっている原因となっている。仮に宇宙空間が真空だったとすると、10から4テスラの磁場は、距離の3乗に比例して減少し、10から11テスラになる。しかし衛星による観測で、100倍以上も大きく、約10から9テスラの値が観測されている。次期流体力学理論は、磁場中の電動性流体の運動は電流を冷気し、 それがまた磁場を生成するという MHD 発電と似た振る舞いを予測している。太陽系の外縁は太陽風が届き惑星間物質が存在する場所を境としている。この境界線はヘリオポーズとして知られ、太陽から110光年から160光年のところにかなりはっきりした繊維体があると考えられている。惑星間物質はヘリオポーズの中を おおよそ9状に満たしている。惑星間物質と惑星との相互作用は、惑星が磁場を持っているか否かに由来する。月のような天体は磁場を持っていないため、太陽風は直接地表に吹きつける。数十億年もの間、月のレゴリスは、太陽粒子の収集器役割を果たし、そのため月の岩石を調べることは、太陽風の研究に欠かせないものである。 また、太陽風に含まれる高エネルギーの粒子が月の表面に衝突することで、かすかな X 線が放出される。地球や木星のように磁場を持っている惑星の磁気圏の中では、惑星の磁場が優先的になり、これが太陽風の流れを阻んでいる。太陽風の中の物質が磁気圏に漏れ入ることがあり、オーロラやバンアレン体の原因になる。惑星間物質は、 地球から見ることのできるいくつかの現象を引き起こしている。王道光は日没後やひ前まえに王道付近の地平線上に時々見られる幅の広いかすかな光である。これは日光が地球と太陽の間の惑星間物質によって散乱されるために起こる現象である。同様の現象が対日照で太陽と反対側に現れる。王道光よりもさらに淡く。 地球軌道外のゴミが日光を反射するのが原因である。惑星間という言葉はロバート・ボイルによって1691年に初めて用いられた。宇宙はエーテルと呼ばれる物質に満たされているか、冷たく暗い真空であると1950年代まで信じられていた。1898年、アメリカの天文学者チャールズ・ヤングは次のように記述している。 惑星間の空間は我々が人工的に作り出すいかなるものよりも完璧に真空である。ザエレメンツ・オブ・アストロノミー1898年アカソフ・シュンイチは次のように述べている。宇宙は真空で太陽が完結的に粒子の流れを放出しているという考えは水星の尾の観察から太陽は常に全方位に超音速で 自身の大気を吹き飛ばしているという主張を行ったルードヴィッヒビーアマンによって大きく変わった。と語っている。タフツ、大学の天文学の教授家ネスラングは2000年に半世紀前にはほとんどの人々が我々の惑星系は太陽を中心に冷たく暗い真空の宇宙空間を旅する唯一の系だと思い描いていた。と書いている。ありがとうございます。